ろしくお願いします。足元気をつけて下に降りてください。はい。道路を右方向、その後150メートル先で、目的地は左側。100メートル先、目的地は左側、札幌ビール園。到着しました。札幌ビール飲み勝負だ。じゃんじゃん持ってこい。知ってるか、札幌のビール工場を作った村橋久成っていうお侍さんはな、函館戦争で土方歳三と戦った新政府の軍艦だった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。